どうもこんにちは、クロネタです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きからやっていきましょう。はい、前回こちらのかかりこ村の探索をやってミッションを一つやって終わった感じですね。あ、で、あとはこの装備を買いましたよと。で、まあ、今回も街の探索をやっていきたいなと思ってるんですが、まあ、やるのはこれかな。チャレンジ二つ。帰らぬ宿屋と、ニッチもサッチも。まあ、まずは宿屋からやっていこうか。これが何するんだっけ？調査隊の寝所が4箇所あって、あ、どっかに主がいるんだっけか。確か眠そうにしている顔って言ってたな。まあ、探索すりゃ見つかるんだろう。行きましょう。あれか、テントって。誰かいる？お、早速発見か？さすがにあれテントだよね。ここか。あれ、見かけてはいない気はするな。いないか。ん？俺が見えていたのなんだ？この部分か。違ったわ。人の頭かと思ってたわ。違うわ。調べる。台の上のメモ。南の輪っか遺跡調査日誌、コリーネ。ほん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 。5箇所あるんだっけ。ドナウの文字が刻まれた石板を発見。あ、陽だまりそうね。何かが中に入っている丸い装置に関しては調査の進捗はありません。丸い装置？なんだそれ、すげえ気にはなるが。ただここではなさそうだな。わあ、そこにもあんのかい。おい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 。あ、まあ上から探索した方がいいかな。なると、よいしょ。きついか。いける。よし。で、この上かな。あ、人はいるが、あ、起きてくださいよってことは、お前か？あ、お前だな。あ、こんな顔だったわ。いた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 。なんか、裸の大将みたいなやつなんだよ。僕のマックストリュフちゃん、キノコ界ナンバーワンのその香り。隠れても僕の鼻はごまかせないよ。何言ってんだ？おい、起きろ。これまさか、マックストリュフがないとダメ？石板の上で寝てんの？あ、ほんとだわ。バカ野郎だな。こいつだよね。うん。あ、起きないんだ。ちょっと待って、マックストリュフ？そういうことだ。持ってたかな？だよね、めったに手に入らないよね。うん。あ、拾ったことがある。どこ？ん？村の方？滝の下？誰かが落っことした。流れ着いてきた。あれ、これ、ブレワイのことかな？滝の上に、洞窟というか穴なかったっけ？あ、これ別のゲームかな？ごっちゃになってる可能性はあるが、調べてみる価値はあるな。オッケー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 。まあ、まずは俺が持ってるかどうかよな。マックストリュフ。マックストリュフ。え？あ、あるわ。ただ、気になるな。まあ、起こしてからでもいいか。じゃあトリュフを手に持って、ほら、影。ごめん。すまん。そういうつもりはなかったんだよ。そうか、乗っちゃダメか。まあ、そりゃそうか。ごめん。そういうつもりはないんだって。
違う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 。じゃあここからどうだ。石板の上にトリュフを置くのもどうなんだ。マックストリュフちゃん捕まえた。捕まえたじゃねえよ、起きろ。あ、あれ夢。それにここは、うん、寝床の交換をしてたんだった。あ、ありがとう、起こしてくれて。まあいいけどさ。よし、これでクリアかな。あ、それは回収して。今度は目を離さんぞ。まあ頼むよ。でだ、滝の裏、あそこだな。ちなみにあれは、あ、向こうにもあったんか。あ、まあ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 、結構早い段階で正解見つけたか。え。ここもバレんのか。違う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 、移動したかっただけだって。おい。おい、わかったわかった、もうもうもう、うるさいうるさいうるさい、もうちょっと、あいつどういう目してんの。どっからバレたんだ。でまあ今の感じからして、あ、お前もかよ。おい、なんだなんだなんだ、どうしたどうした。うん、見には来たけど、うん、あ、観光客。ほん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 、うん、輪っかの形をした珍しい遺跡。うん、ゾナウ文字が書かれた石板ね。あ、高所恐怖症か。ああ。残りの4つの遺跡なんて近づくことすらできない。石板の内容だけでも知れたら、いや、これめんどくさくない？広大のロマンを巡る旅。探して来いと、読んで来いと。いや、それは面倒だな。4箇所。確か村の近くに落ちたって言ってたっけ。うわ、これ探すの時間かかりそう。いや、でも気になるな。あ、でだ。さっきの感じからすると、どういう、なんだ、侵入の仕方してもバレるっぽいな。じゃあまあ、やるだけ無駄かもね。あ、滝の上か。そこか。よし、上がってきました。あ！これじゃない？これしゃがめば入れるのでは？来た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 ！忍びだけゲット、発見！かかりこ村の洞窟。ブレワイの時にもあったような、いやでも洞窟ってことは違うんかな。で？マックストリュフがあるってことですか？この先？よいしょ、結構深くない？よいしょ。ああ、交渉か。これはコログではないか。あ、出口だな。まあ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 。まずは回収。オッケー、琥珀。で、こいつも回収。いやー、外れか。あ、オパール出たか。あは？あ、で、これも故障。はい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 。ん？これ何？あ？カエルの声。あー、いた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 。よいしょ。やった？あ、オッケーオッケーオッケー。オッケー、迷いの落とし物を。17個目。で？あ、あった！あ、今普通に落ちてた？あー、じゃあここにあったやつが流れたんかな。結構距離はあるけど。あ？マックストリュフー！いいね。これ気になるが。通れルーフか。よいしょ。一体何があるのやら。あ？あ、深穴か。
ああ、深穴の近くに出るのか。なるほどね。まあ、また行かなきゃなーとは思ってますけどね。まあまあまあ、派遣。東の高台の深穴。まあ、いつか、いつか。まあ、そう遠くない未来。探索はしたいね。じゃあまあ戻っていいか。おい。ああ、いた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 。よう、待ってたんだぜ。ん？言えた？待ってたんだぜ。お前が店主に声かけてくれたんだってな。また寝てない？うん。お、感謝の印だ、受け取ってくれ。あ、ポーチがいっぱい？あー、薬か。ちょっと待てよ。一応もらっておきたいな。何か無理やり腹に詰め込んで。じゃあこれでいいか。無理やり食べます。よし。さあくれ。うん。開けてきたよ。滑らず薬。あ、これはいいね。お、張り付きガエル4匹とボコブリの角で、あ、でいけんのか。あ、ありがてえ。その情報はありがたい。うん、ちゃんと寝てくれ。帰らぬ宿屋コンプリート。よし。では、お次。魔物討伐だっけ？どこ行った？ミニチャレンジの、あ、これか。まあ、これもやらなきゃだけど、輪っか遺跡に住み着いた魔物を追い払いに行ったまま戻ってこない。西の高台。あ、そこか。マップで、あ、結構遠いな。まあ、行きましょう。お、こういうの簡単に取れるのでは？来た！張り付きガエル、これか。いや、やっぱ回収が便利なんだよね。こそこそ動く必要がないからさ。いやー、この装備な、一度つけるとな、外せなくなっちゃうんだよね。ここなんだ？一旦燃やすか。ファイヤー。コログかな。あ、お宝オープン。あ、琥珀か。あ、いいねいいね、嬉しい嬉しい。前回お金使ったからな。まだ貯めていかないと。あ、こんなところにも。はい、回収。いや、便利。やばい。中毒性あるんだよな。外せなくなっちゃうんだよね。でもまあ、防御力がないから戦闘には向いていないからな。この先っぽいな。まあ、魔物に襲われているとは思うんだよね。何がいるか、だな。回収。ん？いなくね？まあ、気をつけて進みますが、あ、鎧だけ。あ、いた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 、あれ普通に人が。守りを固めんか。攻撃こそ一番じゃん。あ、いるなぁ。まあ、仲悪いって言ってはいたが。まあ、わかるよ。攻撃は最大の防御。魔物を倒しに行けんのは、防御こそ最大の攻撃。まあ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 、どっちもわかるけど、なんて愚かなことをお前が言っとるからだろ。この頑固じじいが、お前もだよ。それはお互い様じゃ。仲良くしなさいよ。ま、任しておきなさい。あ、青ぼこ？青ぼこ？ 3 体ぐらい？あー、じゃあ別に敵ではないぞ。あ、4体か。ま、これはバレるわな。まあ、ちょっとはね、俺も頭脳を使いたいとこではあるんで、一旦上のやつからやりますか。よし。あいつを撃ち抜いてしまいたい。
なんかある。これなんだ？ん？鍋か？いや、違うかな？あ、まあ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 。まずはお前よな。よし。おっと？君たちは何も聞いていないよ。大丈夫だよ。君たちの仲間は死んでいない。大丈夫、大丈夫。まだ生きてると思えば生きている。で、これ何？あ、バネ？ってことは？あ？そういうことではない。おー、遠い！あー、バネだ！ちょ、ちょ、待って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 、飛びすぎ！え、これよくね？あ、あー、で、起動したままになっちゃうのか。もう一回撃てば、あー、戻るんだ。へぇー。じゃあこれさ、バネ、まんまだね。縦につければ、これさ、サーフィンしたらどうなるよ。ちょっと敵は気にはなるが、あ、下流の頭か。あ？反応した？大丈夫か。縦だから、こうか。おお！あ、一回使うとなくなるのか。うわー、もったいないことした。あ、でもこれ強いな。これ使えばさ、その、空中でスローモーションができるから、やりやすいぞ。来た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 。あ、こういうのあるんだな。あー、でまあ、あの3体は、もう火力を増して、ぶん殴ればいいでしょ。お、寝てやがんな。うれあー、ちょっと生き残ったか。まあ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 。よし。見てないよ。君は何も見てないよ。よし。オッケー。まあ、ざっとこんなもんよな。回収。あ、そこ壊せそうだね。あ、お宝もある。オープン。あ、おー、巨大な狩り花の種かける5と。いいですね。で、こんなもんかい？あ、ハンマーか。ハンマー悪くはないけどなー。パンパンなんですよね。まあ、いいか。あ、読めるね。際の輪っか遺跡。族の中最も秀でるものかな。賢者になる資格を与えられるかな。秘跡王もの賢者なる。あ、まあ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 。中理だよな。秘跡を得て賢者に目覚めますよと。あ、で、これ。さすがに壊せるのでは？爆弾、あー、もったねえか。タイマー！爆弾！あ、お宝、いいね。いいですね。矢も回収して、オープン！お、ゾナニウムの強剣！いやー、強いの来たなー。出して、スクラビルド。あー、27！ 強いな。まあまあ、これでいいか。まあ、これに変えといて。よし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 。さあ、倒してきたよ。お前たちが揉めてる間に倒してきたよ。何やってんだ？あー、まだ敵が！まだいたんか！おい！格付けしてんじゃねえ、おい。ほら。ほら。ナイスナイスチューリー、すまん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 。そっちに行ってたんだね。ごめん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 。無事か。魔物移送するとはお主一体、リンクです。この、肩の戦いを見たかな、キン。参考になった？うん。いや、そうだよ。防御も大事だけども攻撃も大事。まあ、バランスが一番よな。どうやらわしが間違っていたようじゃ、防御だけでは敵は倒せんことがよく分かったわ。お、わしの方こそ間違っておった。
攻撃だけではいずれ倒されてしまうだけじゃ。そう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 。いや、気づいてくれて嬉しい。バランスですよ。お主が身をもってわしらに教えてくれたおかげじゃ。ありがとう、いいんです。お、礼になるかどうかわからぬが、おう、ナーキンは防御の手だれ、わしは攻撃を得意としておる。貴殿のような戦いの達人がわしらから学ぶことなどないかもしれんが、知りたいことがあったらいつでも声をかけてくれ。オッケー、うん、帰ってくれ。お前たちをね、心配してるやつがいるんだよ。よし。あー、でも報酬ではないんだな。まあ、何かあった時に助けてくれるよってことかね。なんか恩を売ってしまったみたいで申し訳ないかな。よいしょ。お、増えてるね。まあ、お客さん聞きましたよ。うちのが大変世話になったとか。いえ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 。あの二人は幼い頃からどっちが強いとかずっと喧嘩をしてばっかりだったんですよ。むしろ仲いいだろう。お互いが育てた野菜を食べながら肩を組んで褒め合ってましたよ。あ、いいね、商品増えた。いや、俺も嬉しいよ。あ、こちらを。おー、ガッツ人参。ありがとう。最近はめっきり見かけなくなってね。あ、そうなの。本当にありがとうございました。いつでも立ち寄ってくださいね。はい。これでクリアかな？ OK。ニッチもサッチもコンプリートと。ああ、鎧かぼちゃ。防御が上がるのか。はい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 。まあ、この辺は必要になったら買っちゃいますかね。そうなると、ああ、コッコだ、かわいい。他になんかあるっけ？あ、まあ、さっきの遺跡探しか。いやー、時間かかりそうなんだよなー。まあ、これは、まあ、この辺のね、探索をするついでにやっちゃってもいいかなーと思ってるけどなー。どの辺にあるんだろうねー。他に何かあるっけ？サクッと終わるようなミッションとかありませんか？なさそうだなあ。じゃあ、ほこらやろうか。あ、これこれこれ、見落としてるやつがあるんだよね。なら一旦、眺望台飛ぼう。あ、ホログだな。あ、これか。よいしょ。おい、で？あ、そっち。で？上か？よいしょ。オッケー！やはー！コログの実、16個目。あ、そうだ。あ、またね、ポーチも増やさないとなーと思いながら忘れてんな。しまったしまった。まあ、それは最後やるとして、あれか。これ、あー、これはトーレルーフでいけるか。その岩の上からだったらいけそうだな。おっと、ウィズローブ。あ、まあ、こいつ倒してもだよな。武器弱いし、いいか。よいしょ。あ、いけそう。あ、なんなら登れるか。よいしょ、いい。まあ、とりあえず、トーレルーフを。あ、無理。あー、ダメか、登る必要性ある。しょうがねえな。なら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 。装備を変えて、これか。行きましょう。結構ギリギリかもしんねえな。これ増やしておいて正解だな。あ、待った、むしろ。あ、ギリだ。マジでギリだ。危ねえ。いやー、頑張りゲージ万歳。モロンクの祠。あ、そっちか。ではでは攻略開始。
羽飛ばすもの。あれか。まあ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 。これを使って上に行きなさいよと、それだけよな。よいしょ。あ！出たバネ！いや、これも欲しいんだよな。いや、もう欲しいものが多すぎんだよね。あ、で、上に行けと。なら、スクラビルドで、くっつけます。一回切りっていうのがな、もったいないよな。え、この高さもいけんの？あ、さっきそんな飛んだっけ？でも、まあ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 、サーフィンか。よいしょ。あ？あれ、足らなくない？あれ？そういうことではない。あ、これを、置いて、あ、まさかこれ？こういうこと？あ、これか！あ、てててて！つける必要なかったんかい。これはお宝？いや、二段バネかな。そっちもなんかありそうだな。で、また玉か。これを置いて斜めにして飛べってことかな。こういうこと？よいしょ。あ、すげえな、これ。面白。あー、で、バネ使って飛びなさいよと。あー、なるほどね。あー、でもこれも飛ばさないとダメだから。いけ！どう？あ、内緒！内緒、内緒。あ、なんなら入る？あー、じゃあ今のうちにこれを戻して、あーと弓が壊れそう。お願いします。オッケー。これ面白い。いたダメージあんのか。あ、まあ、そりゃそうか。あ、で、入ってくれ。スポットはまってくれ。いいぞ。いい感じだぞ。もうちょい、もうちょい。もうちょい、スポットはまってほしい。はい、オッケー。てててて、てん。おっと、またお宝もある。一旦これは取りたい。オープン。お、忍び薬パンパンですよと。これは別にかな。あ、まああって無駄なことはないけどな。あ、まあ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 、ダメージも食らってるし、食ってもいいか。もう一丁。OK、今度こそゲットですよと。よし。一旦戻して。お願いします。よいしょ。OK、てててて、ん、クリア。はい、戻ってまいりましたー。あ？お宝あるじゃん。あ、しかもバネある。ちょっと待って、それはどうやって、上か？待て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 、上かな、これ。よいしょ、オッケー。で、ここから。よし、オープン。あーん、ゾナウエネルギーか。まあ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 、あってもいいだろう。これどうしようかな。一応、くっつけておいてもいいか。ね。で、まあ何かあったら使おう。使わないかもしれないが。ではでは、そうだね。ポーチをでかくして終わろうか。タンタララーン。ありがとう。これで残りが8か。ちょっと、貯めて、次は武器ポーチでかくしてもいいな。うん、ありがとう。というわけで、弓と盾を1個ずつですね、増やしてみました。
まあ、次は、武器増やそうかな。よし！じゃあ今回はこの辺にしとこうか。いや、なかなか、やることが多いから進まないけど、まあ、次回は、ココリコ村の、まあ、周辺の探索とかをして、で、まあ、余裕があったら空島とかね。まあ、もうちょっと遠くの方まで探索はやってみようかなとは思いますが。まあ、とりあえず今回はここまで。よかったら次回も見に来てください。よろしければね、チャンネル登録、高評価してもらえるとすごい励みになりますんで、お願いいたします。では今回ここまでご視聴ありがとうございました。